皆さんこんにちは。今日は令和3年1月16日土曜日、ただいま静岡県伊豆市にございます修善寺の温泉場に来ております。首都圏、近畿圏、それに東海圏で緊急事態宣言が発令されているせいでしょうか、まあ土曜の午前中とはいえ、まあそれなりに賑わってもいいはずなんですけども、現状はご覧の通り。今回はとある用事で修善寺の温泉場に来ておりますけども、だいぶ時間がありますんで、その間温泉場を歩くことにしましょう。まあ相も変わらず喋りが下手くそで恐縮なんですけども、よろしければお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。公園付近まで歩くことにしましょう。まあ緊急事態宣言が発令されてるとはいえ、まあ、それなりに人は来てるみたいなんですけども、どうなんですかね。それにしても今日は風強えな。ただいま赤ガエル公園に来ております。正直なところ名前の由来については存じ上げないんですけども、決してカエルちゃんがいるわけじゃありません。あんまり長居するわけにもいかないんで、お寺の方の修善寺の門前へ向かうことにしましょう。歩いているうちに前方に建物が見えてきたんですけれども、ちょっと気になったんで寄ってみることにしましょうか。先ほど申し上げた建物はギャラリーですので、中に入ってしばらくの間鑑賞することにしましょう。さすがに人様が撮った写真をまじまじと写すわけにはいかないんですけども、まあそれでも富士山ですとか梅の花の写真を十分に堪能しました。それではさらに歩みを進めましょう。楓橋を渡ってるところなんですけども、本当に人少ないですよ。今こうやって竹林の小道を歩いてるところなんですけども、ご覧の通り人はほとんどいないみたいですね。まあこの辺りに丸いベンチ的なものがありますんで、ここに寝転がって撮影でもしてみますか。今しがた寝っ転がってカメラを回してみました。それにしても風強えな。時間が進むにつれ人はそれなりに増えてはいるんですけども、いつもに比べればまだまだといったところでしょうか。
今桂橋を渡ってるところなんですけども、ちょうど時報のチャイムが鳴ったところですかね。それにしても歩いてる人はほとんどいないというわけではないんですけども、それに等しい状況ではないでしょうか。せっかくここへ来たんで、お約束の生わさびソフトをいただくことにしましょう。すいません、はい、生わさびソフト一つ。ありがとうございます。はい、どうも。こちらが生わさびソフトクリーム。まあこの時期だから溶けるってことはなさそうですけども、早いところいただくことにしましょう。この冷たくて甘いソフトクリームの中にピリッと辛いわさび、これがまたいいんですよ。今修善寺の門前にいるんですけども、せっかくですんで境内へ行ってみましょうか。今修善寺の境内に入ったところなんですけども、人はそれなりにいるといったところでしょうか。ここの長寿場でしょうか。ここはまあ温泉が出ているそうなんですけども、この温泉は飲むことができるそうです。ただご時世的には飲むのはよろしくないでしょうね。確かにこれは温泉だ。あまり長居すると時間が押しちゃいますんで、そろそろ境内を出ることにしましょう。この後用事がありますので、以上でこの動画を締めることにいたします。ご視聴ありがとうございました。お気に召されましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。また、Twitter および Facebook もございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。